はい、つまりありがとうございます。パーソナルブレイクでヤマホーさん、ひらがなで、はい、プリスティン一つですね。で、発送は明日になります。よいしょ。今日はちょっとパーソナルブレイクヤマホーさんだけなんですけど、いや、もう発送も忙しくて、まあグループブレイクもね、プリスティンはちょっとカードの片付ける時間と見送りの方が楽でした正直なところ、同じ48スポットなんですけど、向こうの方がね、こっちはマグホあるんで、クリスタルパックに一応全部、まあ、はい、入れて、ケーススリーブ入れて、ローダー入れるものがあって、で、インジね、まあ、本来ね、ちょっと先週発売のものだったんで、やっぱこう、ずれて重なってきちゃうと、かなりこう、大変になってきてしまって。これなんだ？あ！ダイカット、オートです。はい。これ、ジーターさんとか出ましたけど、グループブレイクで。結構人数いる。はい。いきます。せーの。よいしょ。お！ジョーダン・ラウアーさんですね。はい。うん。通常ですね。でもこれなんかすごいオッズって話ですよね。うん。はい。お、ちゃんとオンカードなんでね。はい、出ました。よいしょ。はい、リフはエンディですね。それとパープルのセミア99、リップケン、ハクーニャ、ターナにもあります。はい、まずはボールピーと、はい、ソトさんですね。これが、2.5 箱1ぐらいで、ソトさんに、まあ、インサートも、うん、とりあえずは出たなという感じですね。はい、タッカーなので、まあマグホ入りのサインが2枚、まあ、3枚出た箱もありますけどね。合計で4枚出たやつもあるし、オートレリックが2枚とマグホのサインが2枚っていうのもあったし、まあ、流動性というかね、うん、まあオッズオーバーもまあちょっとはあるなーっていう。パリスさんとカスティーヨさん、はい、アクーニャ・ラウアーさんですね。ソリアーノ、デルーサ、ルーキー、ロバート、ガルシア・ポージ、はい、3つ目、よいしょ。はい、ターナーの75、サインが1枚出てるんで、あとマグホー系のオートとオートレリック、あ、オートレリックだ。はい。あ、これ、アロン、オンデなんとか、の方だよね。はい。どなたでしょうか。あ、オリオールズだ。オドリー。ラッチマン。はい。おー、いいっすね。インサートオートに、オートレリックはオンカードのラッチマンです。うん、オッケーですね。サイン2枚目ですね。あと最低でももう1枚ありますけど、まだね、3パックありますんで、あとは小尻系が積もね、積もるといいな、出したいな。スパフラね、ボルピー、ソトサンウェールズ、うん、よいしょ。お、トーニー・グウィンさん。いいですね。トーニー・グウィンさんいいっすよね。うまいなぁと思いましたもん、ほんと。外野の前に落とす能力がすごい。お、ピンクありますね。グリエルと、ポージーの15ですね。リバー、鈴木さんいました。で、ストランド、ソトさん、お、メリルもいました。
で、ヘイムにウェーブ。そろそろかな。まだか。まだか。最後か。はい。ウィル・スミス、オールスター。あ、でも、オートレリックも、これ、インサーツだもんね。どっちなんだろうな。あ、やっぱ。ん？あ、そうだよね。はい。やっぱ、インサートのオートレリック引くともう一枚。これはこれで一枚入ってるうちの一枚なんだ。オートレリック。インサートのオートレリックは、あくまでインサートなんだ。必ず箱で出るわけじゃないから。あー、なるほどね。はい。この色はどこでしょうか。あ、アレック・トーマスさんですね。はい。ということで、オートレリック2枚ですね。これパルサーなんで99シリアルです。それとラッチマン出て、で、ジョーダン・ラウアーさん、ルーキーのインサートですね。はい、うん。なんもないです。よいしょ。はい。ニコ・ホーナー、ロドリゲス、メル。はい。インサートクリアのやつは、フリーマン。で、ロバート・メイシン。で、最後ですね。ここ、マグホが、オートが来るかな。どうでしょうね。多分、まあ、来ると思いますけど。あ、来ない。あれ？ってことは、オンカード。ああ、オートレリック2つか。まあ、サインは3か。確かに、グループブレイクの時も、マグホのオートが1枚。で、オートレリックが2枚。で、3っていう場合もあるし、マグホの方が2枚と、オートレリックも2枚出るやつもあったし。まあ、ラッチマンだったらね、いいですかね。まあ、一応、ワンボックスでサインは3枚ということで。はい。ルイズの150。これオートレリックじゃねえか。じゃねえか。よいしょ。まあ、マグホの方が2でとか、まあ、きっちりは決まってないので。はい、アレナード、ボービッシュ、タティスですね。で、ドバルさんとキャンゾンさん。はい、なりました。これもこうね、どっちみち片付けるんで、一個一個グループブレイクもこう、これを入れて、で、スリーブに入れるカードっていうのが、まあ大体1箱だとこれぐらいあるんですよ。これ全部スリーブ入れて。で、さらにローダー入れるのがあって。っていうのをやってると、1時間ぐらいは最低でもかかりますね。で、そこからインジ、ね、48スポット、大体40名様分ぐらいのインジ作業も1時間ぐらいかかる。そこから梱包が、どんなに早くやっても、40人だと、40口ね、40、発送先が40あると、まあ1分に1つ梱包しても、40分は最低かかりますんで、まあ最低2時間、2時間じゃ無理ですね。まあ2時間40分ぐらいは最低、すると1日1ケース、まあいけて2ケース分ぐらいしかいけないので、発送は。ミュージアムコレクションはもっと楽だったんで、その半分ぐらいで作業できましたんで。よいしょ。いや、これはね、ほんと、このマグホ、はい。まあ、この、入れる作業も、あるんで、結構かかってしまうんですね、時間がね。はい。よいしょ。まあ、あともう梱包しておくんで、今、まあ、ちょっといつもだったらね、はい、ありがとうございましたで終わってるんですけど、まあ土日もちょっと今日はもう作業的にもうこの辺で上がんないと倒れちゃうんで、よいしょ、倒れる寸前をこう数年前ね経験してるんで、まあこれ以上やったらやばいなっていうレベルがわかる感じですんで、はい、じゃあサインはねこちらの3枚でした。アレック・トーマス・ラッチマンとインサート・ダイ・カット・オートのジョーダン・ラウアーさんとなりました。はい。
3枚ともモンカードというのは非常にいいですね。うん、はい。ラッチもいいね。よかったよかった。これも人数いるんでね。うん。はい。じゃあ、これでね、明日の発送の扱いになりますので、お受け取りよろしくお願いします。またぜひね、チャレンジしてください。ありがとうございました。